メスビルドはマイクロソフトのビルド環境であり、通常ビジュアル、スタジオと一緒に使われている。メスビルドバージョン2.0は、ネットフレームワーク2.0の一部であり、ビジュアルスタジオ2005と共に動作する。バージョン3.5は、ネット3.5にバンドルされており、ネットプロジェクトのターゲットバージョンとして2.0,3.0,3.5をサポートしている。 これは、マルチターゲットと呼ばれる。ビジュアルスタジオのプロジェクト及びソリューションは、メスビルドに基づいており、コンパイラやリンカ、SDK などのツールがセットアップされていれば、ビジュアルスタジオの IDE なしでもビルドすることができる。メスビルド自体は、無償で利用可能である。ビジュアル C は、バージョン2008までビクビルドと呼ばれる。 独自のビルドツールを利用していたが、バージョン2010以降は、ビジュアル C などと同様にメスビルドを利用するようになった。メスビルドのプロジェクトファイルは、アパッチアントやエナントに似た XML の文法を持っている。プロジェクトファイルの文法は、明確に定義された XML スキーマに基づいているが、基本的な構造や操作は、 ユニックスの伝統的なメイクユーティリティと同等である。すなわち、ユーザーはビルドに使われるものと生成されるものを指定するが、ユーティリティはやるべきこととその順序を自分で判断する。メスビルドは、メイクツールの機能的な光景である。ビジュアルスタジオには、以前のバージョンのビジュアルスタジオで作成したプロジェクトやワークスペースを、 ビッグビルドやメスビルドのプロジェクトやソリューションに変換する機能が用意されている。例えば、ビジュアルスタジオ6における DSP、DSW ファイルをビジュアルスタジオネット2002、ネット2003、2005、2008で開くと、それぞれビッグプラジ、SLN ファイルに変換される。ビジュアルスタジオ2010以降ではビシェイクスプラジ、SLN ファイルに変換される。 メスビルドでは、プロジェクトファイルに記述した複数のターゲットのうち、2意のターゲットを指定して実行することができる。サブシーケンスとして依存したターゲットは、リクエストされたターゲット自身よりも前に実行される。各々の,の,のターゲットは、自分自身を完了させるのに実行に必要なタスクを、それ自体で保持している。ターゲットは、通常一つあるいは、ファイル。 ディレクトリのセットに対して一つのアクションを実行する。タスクはターゲットを完了させるために実行されるコマンドである。タスクは通常ネットアセンブリでクラスとして実装されタスククラスを継承するかもしくはイタスクインターフェースを実装したものである。多数の基本的なタスクがネットフレームワークの一部として搭載されている。 またコミュニティが開発している多くのタスクも自由に利用可能である。付け加えてメスビルドはプロパティおよびアイテムを提供しており、メイクファイルのマクロと概念的に等価である。プロパティは性的な値を指定するのに対し、アイテムは通常タスクの実行対象となるファイルやフォルダのセットを定義するために使用される。ワイルドカードのサポートにより、 ファイルをアイテムとして指定するのは容易である。ビジュアルスタジオチームシステムも実際のチームビルズを達成するためにメスビルドに依存しており、ビジュアルスタジオチームファンデーションサーバーとして提供されている。このビルド処理はサーバー自身で実行されることはほとんどなく必要なソフトがインストールされたリモートのビルドサーバーで実行される。ありがとうございます。